美しい景色に出会ったらすぐに撮影できるのがスマホのいいところ。しかもアプリを使えば今までは考えられなかったような撮影までできる。それがスマホ動画撮影の魅力。 Tuesday 3分チュートリアル。サルウェボンのりです。毎週火曜日は忙しいあなたでも3分でサクッと学べる3分チューズデーチュートリアルの時間ですよ。今日は動画制作に役立つスマホ用のアプリ、これを一つ紹介したいと思います。3分でこのアプリの使い方を説明して、そして3分以降にはこのアプリがね、どんな風に動画制作でこう使うことができるか、活用することができるかっていうことも話したいと思いますので、3分以降付き合ってくれる人はね、ぜひ最後まで見てもらえればと思います。いいところばっかりじゃなくてね、悪いところももちろんあるんで、それも3分以降にシェアしたいと思います。のりーとのチャンネル。じゃあ早速タイマーを3分にセットして始めたいと思います。3、2、1、Let's get started! じゃあ今日紹介したいアプリなんですけど、ダブルテイクっていうアプリです。これはどういうアプリかっていうと、フィルミックプロっていうスマホで動画撮影をするならもう欠かせないカメラをマニュアルでコントロールできるすごいいいアプリがあるんですけど、そっちは有料なんですね。そのフィルミックプロが出してるアプリで、これはね、このダブルテイクは無料なんですよ。太っ腹でしょ、すごいですよね。じゃあちょっと実際にそのアプリをもう開いた状態、ここから見せていきたいと思います。こんな感じになるんですけど、このね、左下の画面に、これがね、レンズのようなマークがあります。これをタップすると4つあるレンズ、この iPhone 12 Pro だったら、 Pro Max だったら背面に広角、超広角、望遠、そして手前にセルフィー、自撮り用のフェイスタイムカメラがあるんですけど、その4つの中からここでタップして選ぶことができます。選んだやつは黄色になって A、B ってつくんですね。この A、B っていうのはファイルの名前で、後で分かりやすく、するようにつけられてるものです。そして選ばれてないものはこういう風にね、白黒になるんで分かりやすいですよね。そして選んでもうこれで大丈夫だって思ったら、コンファームで確定を押してあげます。真ん中ですね。あとは、右上のところ、このね、四角いマークのやつがあるんですけど、これをタップすると、例えば今ちなみにね、ピクチャーインピクチャーで撮られてるんです。これ録画が右下のボタンなんで、ちょっともう録画しましょうね、試しに。はい、こんな感じで今録画してるんですけど、このもうピクチャーインピクチャー、今見てるこの状態で録画されてるんですね。で、あとはもう一回、例えばここをちょっと止めて見せましょうね。もう一回ここタップすると、これがスプリット、画面をもう2つに分けてこの状態で録画します。 OK ですか。そしてもう一回これを押すと、今度はね、これがね、一番おすすめなんですよ、使い方としては。で、このこれはね、ディスクリートって言って、2つのカメラで同時に撮ってるんですけど、ピクチャーインピクチャーとか、さっきのあのスプリットと違って別々で保存してます。でも同時に録画してます。これがね、多分一番使いやすいと思うんですよね。そしてこの左上のね、 SD カードみたいなマーク、これをタップすると、撮った動画がここで確認することができます。で、このファイルを左にスワイプしてあげると、ゴミ箱のマークが出てくるんで、ここで消すこともできるし、左下のこのチェックのボタンをタップしてあげると選ぶことができます、ファイルをね。で、選んだらそれをどうするか、この右隣のやつを押すと、コピーをカメラロールにセーブするっていうことができます。そしてそのもう一個右隣のやつを押すと、どういうふうにシェアするかっていうのをね、ここの中で選ぶことができて、アプリの中に入れることも、直接も読み込むこともできるし、エアドロップで Mac に送って、そして Mac で編集するっていうこともできます。俺はね、そのやり方使ってます。便利ですよね。ああ、もう時間になっちゃった。ちょっとサクッと説明を終わらせてくださいね。すいませんね。じゃあちょっと戻りましょう。こんな感じで、見ることができて、あとは撮影するときの画面の露出、これちょっと言い忘れてたんですよね。これは、この画面のね、真ん中下にね、ヒストグラムがあるんで、このヒストグラムで画面の明るさ、露出を確認してください。ヒストグラムの見方がわからない人はね、別に動画にしてるんで、この動画を見終わった後にぜひ見てくださいね、そっちも。で、画面をタップして、こういうふうにね、明るさを合わせることができます。明るさとピントですね。で、もう一個の画面の方のピント、明るさを合わせたかったら、右上に
ちっちゃい画面のね、右上にこの矢印で画面を大きくするボタンがあるんで、これを押してあげて、そしてその中でフォーカスを合わせたい場所をタップする。で、そこに露出も合う。そんな感じになるわけです。いやー、ちょっと今日3分で終わらなかったな。すいません。ロリートのチャンネル。じゃあこのダブルテイクなんですけど、動画制作でどんな風に使えるかっていうのをちょっと実際の例を見せながら皆さんに解説したいと思います。Vlog みたいな使い方だったらもう間違いなくこれ使いやすいと思うんですよね。自撮りをしながら、そして今何が起こってるかっていうのをね、今これ見てくださいみたいなものを同時に撮影して使えるので、音声もこれも同期するのも簡単なわけなんですよ。で、2回撮り直す必要がないんですね。自分の自撮りを撮って、こっちですよってまたカメラを反対に向けて、また撮り直してっていうことをしなくていいんですよ。さあ皆さん、これがね、カナダの、ここいくらって言ってたかな ?2 億円ぐらいって言ってたかなの豪邸の庭です。いい感じにね、ここがね、パリオみたいな感じになってて、ここが庭ですね。向こうがワークショップ。中でね、こういろいろこう作業ができたりとかね、スノーボードのワークスをかけれるようになってます。っていうような、こんな感じのね、Vlog の撮り方をするときには、このダブルテイク、セルフィーと超広角。どういう場所にいるかっていうのを説明するときには、これめちゃめちゃいいと思うんですよね。そしてあとはやっぱり一番使えるのはね、B ロールに使えると思います。B ロールってやっぱりね、いろんなバリエーション、ショットのバリエーションがあった方が絶対いいんですけど、それを1回の録画ボタンを押してもう2回、例えば、ズームと超広角とか、あとはワイドと超広角。まあ何でもいいんですけど、そういう組み合わせをね、自分で選ぶことができるんですよね、事前に。しかも、事前にこう確認できるんですよ。画角これで大丈夫かなみたいな。それで、あ、もうこれで OK だって思ったらもう録画を押す。そしたら、その間にもう2個撮られてる。これはいいですよね。でもね、いいところばっかりじゃないんですよね。悪いところもあるんですよね。悪いところの一つは iPhone 11からかな。露出とそれからフォーカスって別々で調整できるようになったじゃないですか。純正のカメラだったとしても、カメラアプリだったとしてもね。でもこのダブルテイクに関してはそれができないんですよ。普通のフィルムックプロはできるんですよ。でもこのダブルテイクの中ではフォーカスと露出を別々でコントロールするっていうことができないのがちょっと惜しいですよね。そしてフレームレートが24、25、30フレームパーセカンドまでしか選べないんです。60フレームパーセカンド以上は選べないんですよね。ちょっとこれも残念ですよね。そして撮影できる、動画ファイルですね。動画は 1080p なんです。4K が撮れないですよね。それもちょっともったいないかなと思います。そしてフィルミックプロみたいにシャッタースピードのコントロールとかもできないんですよね。もうすごいシンプルな使い方。もうタップしたところに露出もフォーカスも合わせるっていう、もうすごいシンプルな使い方でしか使えないです。まあでもね、同時に2つ撮れるっていうメリットはあるんで、まあインタビュー動画をもうカメラ2個なくてももう1個のカメラだけ置いて自撮りのセルフィーにしておいて、反対側はまあワイドとかにしておいてっていうね、同時に撮影することもできる。まあそんな感じでね、いろんな応用編の使い方はできるんじゃないかなと思います。ノリートのチャンネル。さあ今日の動画はどうだったでしょうか。ちょっとでも参考になったなと思ったら、 YouTube のアルゴリズムのためにもこのサムズアップお願いします。そしてどんな風な使い方します、このダブルテイク。あなたが思うこのダブルテイクの使い方、どんな風に使いたいなってこう思ったか、これをね、よかったらまたコメントで入れてもらえればと思います。それじゃあまた次の動画で会いましょう。じゃあね、 Peace out。いや、放課後まで残ってくれてありがとうございます。今日はね、いつもとちょっと動画の撮り方もいろいろもう変えてるんですけど、ちなみに撮ってるシーンもね、もうこんな暖炉の、もうカナダっぽいでしょ。あったかいんですよ、これマジで。でもね、やっぱりね、このカナダっぽい雰囲気っていうのも皆さんにシェアしたかったんでね、特にね、放課後の皆さんには。
シェアしたいと思います。暖炉、これちなみにガスです。じゃあまた次の動画で会いましょうね。放課後見たよとかコメントで、暖炉いいねでも何でもいいですけど入れててくれたら OK です。じゃあね、ピースアウト。